はい、ナマステ。はい、このビデオは JFND の行動中心アプローチの、4週目ですね。第4週目のビデオの、最初の1本目のビデオになります。この週は、これまでですね、実際皆さん の、 行動リストを作って、それから、CDS のリストにして、そして評価の方法を、今まで考えてきましたね。で、皆さんが作った評価、まあテストね、それに合格するような授業をするにはどうすればいいか、それをこの、今週のビデオでお話しします。で、今週は会話ではなくてですね、まず、読むだけ、漢字とかを読むような、そういう授業の方法をご紹介しますね、例としてね。はい。で、今週の目標は、すいません、それからもう一個忘れてました。はい。ここね、これは、QR コードです。なんか、ショート URL っていうのをね、いつもビットリースラッシュってやってますけど、あれね、あんまり開いてくれない人が多いみたいなので、ちょっと今日はこの、QR コードにしてみました。これスマートフォンで、このスライドを開くことができますのでね。で、このスライドからいろんなリンクも貼ってありますから、ぜひそちらも見てください。はい。今週の目標は、もう皆さん評価作りましたね、テストね。はい。それに合格できるように、そういう授業を、組み立てることができるっていうことですね。はい。一つはね、それから、二つ目は、第二言語習得の大きなポイントを二つ説明できる。まあ、本当はね、もうすごくいろんなことがあるんですよ、第二言語習得ってね。はい。でも、まあ、このコースでは二つだけちょっと、お願いしたいことがあります。はい。で、三つ目は、あれですね、行動中心アプローチの現代性。つまり、もう今はこの行動中心アプローチの時代なので、それについてもちょっとご紹介してみたいと思います。はい。まずね、もう早速ですけど、この行動中心アプローチで大切なのは、大量のインプットと、少しのアウトプットっていうことですね。このインプットっていうのは、要するに見たり、聞いたりするっていうことですね。はい。それをとにかくたくさん見たり聞いたりする。で、アウトプットはね、そんなにやらなくてもいいっていうことが分かってきました。はい。でね、私がね、大学生の頃は結構ね、アウトプット仮説っていうのもすごくあったんですね。はい。だけど、やっぱり今では、インプットがとても大事、ということが、言われています。はい。ちょっとこの後で、参考資料もご紹介しますけどね。はい。で、もう一つ、二つ大事なことがあるって言いましたけど、もう一つは、レアリアっていうものです。レアリア。はい。レアリアは、実物教材とも言われていますね。はい。でね、日本語教育だけではないですけど、いろんな教育のね、世界、学校の世界では、本物は使わないで、わかりやすいように、関係ない情報が全部なくなっている、そういうものを使うことが多いんですけど、この第二言語習得の世界では、そういう、関係ない情報の中に、自分が知らない情報の中に自分が知っている情報があるわけですよね。それを見つけて、その情報だけでもなんとかコミュニケーションするとか、そういうことの大切さも、分かってきましたので、その実物をたくさん使うっていうことです。まあ、これも後で今日もご紹介しますね。はい。でね、このね、第二言語習得というのは、とても本当に広い、範囲の、勉強なんですね。なんですけど、一冊だけ進めるとしたら、どの本がいいか一冊だけ進めるとしたら、私はこの小柳薫先生の第二言語習得について日本語教師が知っておくべきこと、これについて、これをお勧めします。これは、もちろん紙の本もありますし、Kindle でね、読むこともできます。はい。でね、だけどちょっと今日はこちらの特にインプットの大切さとかのことはこちらの白井先生の本にもすごく書いてあって、そのデータもね紹介されているので、ちょっとこちらから引用しますけど、もし一冊だけおすすめするんだったら、この小柳先生の本がおすすめですよ。はい。ぜひ読んでください。あと、こちらの方が新しいですしね。はい。
でね、さっきの白井さん、白井先生の本からまずちょっと引用します。これはね、ちょっと待ってくださいね、よいしょ、はいはい、ちょっとね、座っている場所が、あれ、今立ち上がりました。はい、これはですね、確か、カリフォルニア大学 の、 ジェームズ・アッシャーっていう人がの研究だったと思いますけど、ですね、この、要するに聞く活動をすごいたくさんした、そういう、授業があります。授業の 70% は聞く活動、ね、つまりほとんど聞くことだけをやったんですね。で、20% は話す活動で、残りの 10% は読み書きに費やされる、そういう授業をした、授業というかそういうコースをしたんですね。はい、で、だけど、その聞くとかね、読むとかいう能力は、伝統的なオーディオリンガルの教授法で教えられた学生の3倍のスピードで習得された。まあでも、それはそこはまあ分かりますよね。だって 70% が聞く、活動ですからね。まあ、その3倍のスピードで習得されちゃって、まあ、でも、それだけではなくて、話す力も書く力も、そのオーディオリンガルの、コースで勉強した学生と同じ、劣らないっていうのは同じっていう意味ですけどね、そういう結果が出たんですね。はい、なので、結果的にはそのオーディオリンガルの、授業と、もう一回言いますけど、話す力とか書く力も劣らない、同じぐらいの、結果になりました。でもそれだけじゃなくて、聞いたり読んだりする能力が3倍だったということですね。はい、ですので、これはこの、インプットの、ね、大切さが分かる、そういう、研究結果で有名な研究結果ですね。確か1970年代ぐらいだったと思います。70年代ぐらいだったんじゃないかな、80年代だったかな、はい、その70年か80年代ぐらいの、有名な研究です。はい、もう一つ、ちょっと待って、はい、もう一つあります。これはね、確かアメリカの国防省の、研究だったと思います。バレリア・ポストフスキーっていう人が、やった研究なんですね。で、この研究では、まあ、2つのグループがあったんですね。1つは話すことを4週間遅らせて聴解優先、つまり聞くだけ、最初の4週間は聞くことばっかりして、話さなかった、そういうグループですね。はい、それともう一つのグループは最初から話す、訓練を受けるグループ。はい、その2つがあったんですね。で、そうしたら、そのたくさん聞く、最初の4週間は聞くだけで全然話さなかった、そういうグループの方が総合力で上回って、かつですね、聞くだけじゃなくて話す能力も、上回ってしまった、勝ってしまったんですよ。はい、つまり、その4週間話さないで聞くだけやってたグループの方が、最初から話す、グループよりも話すのが上手になったってことです。聞くことだけじゃなくて話すのも、話さないでたくさん聞く方が上手になったということなんですね。はい、つまり、その、たくさん読んだり聞いたりすることが大事だということが、この、バレリアン・ポストフスキーのね、アメリカの国防省の研究でも、分かったということです。これも、80年代ぐらいのかなり古い、有名な研究ですね。はい、だけどね、ここで言うインプットっていうことについて、ちょっと勘違いがよくあるので、これ一つね、とても大事なことを、注意してほしいんですけど、インプットっていうのは先生が詳しく説明するということではありません。文法のね、ことをとても詳しく説明する先生が時々いますけど、それはインプットじゃないんです。それは実言うとあまり大切ではないんです。それよりもたくさんの例を聞くっていうことですね。で、その例も話し手と聞き手、スピーカー&リスナーとか、そういう例ではなくて、もう、人が、ちゃんと話している人が分かっている、そういう例で、たくさん聞く、たくさん読む、それが大事だということですね。はい、先生の説明ではありません。ここは本当に大事なので、注意をお願いしたいと思います。はい、じゃあ実際の授業の例は、次のビデオでお話ししたいと思いますね。
はい、とりあえずここまでで失礼します。あれ出ない、どうして。